男よ。国も主君も守るものを全て失い、最後は他人のものを守って死んでゆくとは、己の剣にそんなに意味が欲しいか。そんな剣では何も守ることなどできはせんわ。己の命すらな。キーさん、泣いてる暇なんかないんじゃないのかい。俺をまた負け犬にさせないでくれよ。セータは銀時の願いを叶えるために走り出す。日の輪を連れ出そうとするが、彼女はその場を動こうとしない。宝泉によって日の輪は立つことのできない体にされていたのだ。日の輪はセータだけでも逃げてくれ、力いっぱい自由に生きてくれと懇願する。だが宝泉はあくまでセータを殺し、日の輪を絶望させようとする。ヤトの天敵にしてどうしても手に入れられないもの、それは太陽。そしてどれほどの苦難にあっても屈しない日の輪の姿はまさに太陽そのもの。宝泉は日の輪を屈服させることで太陽を手に入れようとしていたのだ。日の輪、我が元に沈むがいい。お前はわしのものだ。沈められるものなら沈めてみろよ。セータ、話しな。あんた大人一人背負って吉原から逃げられるとでも。背負わせてくれよ、オイラにも。自分ばっかり背負って終わらせないでくれよ。母ちゃんの一人や二人、息子なら背負って当然だろ。セータ、そいつは頼もしい話じゃな。これは、ならば背負ってもらおうかの。ここにいる皆を、貴様の母親49人、優しい息子を持って幸せじゃ。わっちゃ聞くよ。